東急線系電車福島交通線系電車福島交通線系電車は福島交通が所有する飯坂線で運用されている電車東急線系電車の譲渡を受けた車両で2017年4月1日から営業運転を開始した飯坂線の直流線5 0 0ボルト昇圧に伴い1991年から導入された7000系の置き換え用として 25年ぶりの新形式として導入された車両。全車とももと東急線形電車の中間電動車を改造したものであり、改造工事を手掛けた東急テクノシステムにより、先頭車には非貫通の運転台が新設されている。それに伴い運転室は全室構造となっており、主管制御機は両手操作式 T 型ワンハンドルである。塗装は、 宮城県多賀城市出身のデザイナー、小松大輝が手掛けており、飯坂線のコンセプトであるイーデンに基づく7つのメッセージが込められた、ダークブラウンピーチフラワーシャンパンゴールドの3色の帯がラッピングにより貼り付けられている。また先頭車にもグッドトレインイーデンのヘッドマークが取り付けられている。車内は種車同様のロングシートで、車タンブには車椅子スペース、 運転室即配面に液晶車内表示器が設置されており、バリアフリーへの対応がなされている。また、飯坂温泉のぬれん、飯坂温泉街の地図など、沿線の観光産業を生かした装飾が各部に施されており、窓にも秋の飯坂喧嘩、祭りをはじめとする飯坂温泉の四季や福島市のマスコットキャラクター、桃林のシールが貼り付けられている。ただし一部の桃林シールは、 ライバルキャラクターである、ブラックモモリンとなっている。車内放送は、インバウンド輸送への対応も考慮し、日本語、英語の2カ国語に対応している。なお、2018年3月23日から、営業運転を開始した1103編成は、内装が変更され、緑色の床面焼き目の運転台背面、茶色の吊り革など、飯坂温泉のレトロなイメージを表現する仕様となっている。 主回路として、福島交通で、初めて、VVVF インバータ制御方式が採用され、東急時代に 1C8M 制御方式として、使用されていたものを 1C4M 制御方式として、使用する。これにより、消費電力の削減や省エネ化を図っている。台車は、東急時代のボルスタレスペデスタル式軸箱指示の、ものを使用しているが、 制御車に改造された車両については、東急線系の付随車の廃車発生品を用いている。終電装置は、福島交通で初の採用となったシングルアーム型パンタグラフで、電動制御車に2機、中間電動車に1機搭載する。最初の編成は2016年10月に搬入が行われ、整備や試運転が行われた後2017年4月1日から、 営業運転を開始した。以降も2017年12月、2018年11月に搬入を行い、当初の計画通り2018年までに、計14両の導入が行われ、翌2019年までに全編成とも営業運転に用いられている。なお全車とも未塗装の状態で搬入が行われ、ラッピング作業は桜水駅に併設された。 桜水車両基地内で実施された。これに伴い7000系の引退が進行し、2019年3月31日に行われた、デハ7101デハ7102のさよなら運転を、もって7000系は、全車営業運転から引退した。ありがとうございます。